はい、次はじゃあ春男の料理ですね。はい、なんか何なの、なんかあだ名的なのねえの。俺はゴッドシンで真の料理人でしょ、ハロ。たけしが真の料理人、俺がゴッドシン、なんか漆黒の戦士ブラッディ・ライトマン。ライトマン何のそれだろうな、お前。略してじゃあシッコマンでいいの。シッコマンです。急に情けないどうしようかな、みじん切りにしたいんだよな。洗ったか、あれ俺も楽したいから、これ使っていい。あ、ウィーンが来た。ウィーン少年合唱団。ウィーン少年合唱団沖縄公演やってある程度切ってこちら。なんだこれは。ごぼうですね。ごぼうと人参が入ってます、うん、こちらを使います。今のところ全くタマンと関係ないですよね、全てにおいて。あ、いたな、そういえば。何これ、タマンを無視して料理を使うとしてる。もはやタマンとは何だったのかっていう。ネギですね。ネギ、おー、ネギ切るときね、腕が試されますからね。そうなん、同じ長さか。試されるんだ。試されます。ネギ切るって結構難しいですからね。ハローキの料理ってなかなか珍しいんだね。なかなか見えないですからね。そうそうそう、彼が料理するの。さあ、料理できるのか。沖縄蕎麦屋さんに怒られるな、これ。お、全部使う。おお、すげえ。これは全部入れる。ごっつり。マジか。さあ、ブラッティーライトマン、さあ、どうなる。ブラッティーライトマン。ちょっと入れすぎたけど大丈夫かな。これ、わざめ、これ野菜を切るやつ。ブラッティーサイクロン。勢い余ってやりすぎたっていう。やりすぎた。ブラッティーサイクロンね、めちゃめちゃ荒いからね、これ。全然あんまり。こ、大きさがバラバラって。さあ、どうなるのか、うん、ブラッティーライトマン。うまく料理できるのか。油を入れます。油を、良い子のみんな聞いてくれ。ごめんよ、油を入れるんだ。当たり前だろ。見ればわかるだろ。しかもなんか暗黒なのなんかヒーローっぽいんだけど、喋り方が。おかしくねえか。良い子のみんなって。良い子のみんなって。何、悪者なの、あの、なんだろう、悪なの、善良なの、善良っていうの、これからだんだん分かっていくってことね。そうね、全貌が明らかに。それこそシッコマンの宿命よ。敵か味方か分からない、分からない。ブラックだ、ブラック。そしてはい、このブラッティーサイクロンで被害を受けたこの薬草野菜ともを投入だ。お、やばい、ダークになった気分。多くないか、これ入れすぎたぜ。やばいぞ。やばい、メロンパンナちゃんみたいになんかね、いろいろ変わっていきますね、キャラが。シャモジで野菜の悲鳴が聞こえてきますね。今の時期野菜高いからね。これは火通したんですか。そうだな。これを火を通して無駄な水分を抜くんだ。これで地球が救われたわね。来週も見てくれよな。終わった。そしてオーブンザヘブンズゲート開けゴママン。なんで今人物になったっけ。これね、あれなんですよね、本当にキャラがブレブレだから。ブレブレだ。ブレブレブレマンだ。頭のキャラブレブレマン。キャラブレブレマンに。お、これは、お、やばい。栄養不足の良い子の諸君、このほうれん草、ポタージャー、美味しいよ。途中まではできてたけど、途中は未完成でしたね、今。美味しいよね、また見た。なんで突然の CM なの。突然すぎるだろ。お、そしてこれは、ほうれん草、ポタージャーを投入だ。体に優しそうだな。思ってたのと全然違うな。全然違う。青臭さがない、なんかね。あ、そうだ、ニラだったな、良い子の諸君。うん。良い子の諸君はニラを入れるんだよ。これはお兄さんと約束だ。で、来てが通ってきましたね。通ってきましたね。しなしなになったらここで麦飯。ホワイトがある、ホワイト。これはまさか麦飯だ。美味しい。一体何ができなかったのか。何ができるか俺にもわからない。歌のお兄さん、カメラを止めてくれ。歌のお兄さん。俺たちもなんかそういう系なの。止める、止めて。はい、もうこんなべっちゃべちゃになったら、もうまずそうになったら完成ですね。めっちゃってんな。何だこれ、何だこれ。そうだ、でも体に良さそうでしょ。もう子供のこと思って作ってるからね。ああ、子供が野菜嫌いになるだろ、これ。野菜好きだったのも野菜嫌いになるだろ、これ。これを盛り付けましょう。盛り付けましょうっていうか、何、魚どこにいるの、これ。あ、そうだろ。危ね。大事なメインの魚を闇に葬ろうとしてる。闇に葬ろうとしてる。さすが暗黒の。暗黒騎士じゃないわ。なんだっけ、漆黒のなんだっけ。漆黒なんだけど、その設定すら忘れていくっていう。もう動画見て負け戻しもしたくないっていう。みんな持ってるだろ。持ってる。なんだっけって。もういいや。設定ブレブレだもん、この人。今から。漆黒マンビンチ。コメント欄がブラッティーサイクロンじゃないんだから。ハロウキが嫌いな人、グッドボタン。好きな人はバッドボタンを押してくれ。
ただねじめっていう俺なんか快役快役やばいだろハイさんが敵やしやばい俺なんかもちょっと心に闇をかかれるなと思ハイさんの中にハイさんやんちがもらっていただいたら面白いなハイさんみんなで足を引っ張り合う説ついてこいよお前らまあ冗談ですけどね一生懸命作ってますからね一生懸命紐取ってきましたからね魚はあれだぞ仕込めっていうコメントに多いぞこれよっしゃまたハウルさんの不幸で飯うまできるか酒が上手くなるぞ俺のアンチを作る動画だったかまだにはめられたなメイコシャン君鼻に火が通ってきたぞこれで完成だこれで負けさんの完成だカワイがやってきそうだねこれノリ好きだからノリじゃねえんだなノリじゃない右だ完成です盛り付けていきましょうはい完成だはい料理名は何ですかグリーングリーン青空にはたまんが泳ぎライスはいすごいなこのキャラすごいなじゃあ食べていきましょう A でなんですかこれなんか似顔絵みたいな感じで書かれてキャラ弁みたいな幼少期のしっこまじゃあどれ食べてみましょうねこれはどういったとこ海苔は海苔と一緒に壊していいですか顔顔面顔面崩壊させていいですかいいぞどんどん壊してくれ俺の予想でなんか見た目はアーティスト層だなだがしかし香りはいいですね海苔の香り劣化版ジューシーみたいなジューシーって分かるかなこれ劣化版雑炊だなこれ森の中で深呼吸してるみたいな、なんかヤンバルの森奥で深呼吸したらこんなことじゃないか自然の香りがするただ口に入れたくないっていうなるほどね、うん、自然がいっぱいって感じですねいいコメントだいいコメントだ食べていいか食べていいかなんかこの料理が出た瞬間にライムとコロナがいなくなるってどこ行ったっけいなくなるさっきもあんな楽しく始めてたらいなくなるんですねあライム外れる静かになってる隠れてる隠れてますね耳を潜めてますね料理が完成しようかなんだろう急に音らしくなったら本当に浮きもしないかすげえ暗黒暗黒のオーラが出たんじゃないですかオーラ魚入ってるはず漆黒だ漆黒のオーラが出たんだよいただきますずり休みするときって学校、うん、給食みたいな休むんだよね、うん、休んでもいい日休んでもいい日明日からか頑張って出ようって、うん、けど、うん、これの場合は休むね不評で次の日から給食おばさんの会議が始まるあれ、なくなすって本当残飯多くないっすあれってちょっと考えようかって、うん、ミーティングが始まるねミーティングが始まる給食センター会議総会議が始まるけどね体に良さそう確かに健康にはいいですね健康にはそうだそうだ健康にいいものは苦いとかありますからね、うん、健康にいいものって美味しくないものとかも結構一番そうだ一番健康食かもしれないそうみんなお汁も我慢して飲みますしねそうそれだよ12点です12点健康も含め全て計算した上で12点です食べよう尻尾もやめていいかやめた俺がいいと思ういや頑張ろうよ俺もそうだったもん、うん、ゴッドシンやめていいっていう時あったもん、ま、説明しよう尻尾マンは学習して伸びるタイプだなるほどね成長していく成長していくと成長するタイプポケモンポケモンどっちなのもうよくわからないんだけどこの人設定ブレブレすぎて次の日名前変わってそうだ設定も忘れてからということでねじゃあ結果発表いきましょうか結果発表じゃあ自分以外の料理で美味しいと思った人の名前をあげましょういいですかはいじゃあたけしからいきましょうじゃあひっちゃんでおお一票ありがとうございますそしてここでね決まるな俺とハル同時にいこうか真のチャンピオン一体誰だいくよせーのたけしやったー優勝はたけしですねあー超気持ちいいよかったな勝ちましたねた今回はね仕方ないあれは勝てないわ俺も思ったもん食べた瞬間に負けとよしこれで開催の料理会、うん、俺が総なめにしてやるぜマゴロク推しを見てるかてめえ今からてめえの首根っこをひねり潰して蛇口にしてやるわ俺その地で需要競争剤作ったるわ覚悟してけどなビシビシいくからお前ドドン
っと。ということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。